アビットクリエイティブサミットへようこそ。本日、司会を務めさせていただきます、ロックオンプロの宮川と申します。よろしくお願いいたします。はい、絵の方も切り替わりましたね。はい、よろしくお願いいたします。今年でなんと8回目を迎えましたアビットクリエイティブサミット。昨年の方はですね、オンラインで、会場の方もロックオン渋谷店 の、 リファレンススタジオの方からお送りしたんですけれども、今年はなんと新しいこのラッシュハブ、はい、クリエイターの皆様がアイデアを持ち寄っていただいて、こちらの方からそのハブとなって発信をしていく、そういうスペースを新しく新設させていただきました。今年はこちらから、お送りをさせていただきます。はい、では早速ですけれども、タイムテーブルの方をご紹介してまいります。今日はちょっと長丁場です。13時、今からスタートをして、最終は19時のセッションですね。こちらの方抽選会になりますけれども、ドルビーアトモス、360リアリティオーディオ、そしてもちろんアビットの最新情報も含めてお届けしてまいります。はい、そして、プロツールスは今年30周年ということで、30周年にちなんで30名様に素敵なプレゼントをご用意させていただきました。こちらもホームページの方でもご覧いただいているかもしれませんけれども、デュエット3であったり、ヘッドホンもそうですし、アビット S1 もそうですし、イマシブサウンドを作るためのツールというのも用意をさせていただいております。でこちらの応募方法なんですが、今ご覧いただいている YouTube のチャット欄、こちらの方にですね、各回の応募フォーム、URL を投げ込みさせていただきます。こちらの方にアクセスをいただいて、アンケートのご回答、商品の選択などしていただいて、お申し込みください。それでは早速最初のプログラムの方を始めさせていただきます。アーティストが感じるドルビーアトモスミキシングの可能性、本日はシンガーソングライターのウエボーさん、あとそのプロデュースをされております、オーサムシティクラブのモリシーさん、お迎えしてお届けしてまいります。それでは、進行の方はロックオンプロ陽介の方で、はい、お願いします。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ロックオンプロプロダクトスペシャリストの陽介です。よろしくお願いします。本日は、オーサムシティクラブモリシーさんとウエボーさんお越しいただきまして、ウエボーさんの楽曲ですね、もうステレオで、配信開始、デジタルリリース済みの作品をアトモスにしてみて、それを皆さんで聞いて、ステレオミックスとじゃあ何が違う、どんな表現が変わってくる、そんなお話をいろいろと伺っていければなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は楽曲はウエボーさん。そうですね。その、はい、サウンドプロデューサー、編曲、とかを含めてモリシーさんの方が携わられている曲ということですね。そうです。ちょっと時間もないところなので、いっぱいね、音聞いていただきたいので、まずは、1曲目スタンドという曲ですね。これ11月でしたよね、リリース。そうですね、11月にリリースして、こちらの曲のアトモスミックス、早速聴いていただこうと思います。でまずは、全コーラス聴いていただいて、その後ここが聴きどころだよっていうところをステレオミックスとアトモスミックス聴き比べるような形で聴いてみたいなというふうに思います。これヘッドホンで聴いた方がなんか分かりやすいんでしたっけ。今回はバイノーラル、要はヘッドホンで、立体的に聞こえるよという音響で、お送りしますので、ぜひとも皆さんヘッドホンでお聴きいただければ、ヘッドホン、イヤホンでも大丈夫です。で結構ね、これ皆さんよく言われるんだけど、アトモスってアトモス対応のヘッドホンじゃなきゃ聞けないんじゃないのって言われるんですけど、どんなヘッドホンでも大丈夫ですので、僕もそう思ってました。お手元にある、そう、大丈夫です。私も、はい、お手元にあるいつもお使いのお気に入りのヘッドホン、イヤホンでお聞きいただければと思います。はい、じゃあ早速スタンド聞いてみたいと思います。よいしょ。Won't you give me a cup of coffee? よりをかけて回し入れたら So good Precious time goes by slowly ホースへついてどうでもいい話聞いてずっとある商店街の中にぽつり立つ居抜きのコーヒースタンド気がつけば足が向いていて5分で着くグッドロケーション
リズムつけるのが難しい。 Every day はまるでローファイなビートのループに乗っかって、またコーヒー買いに行くね。また来るねと back to work。 ここからの眺めはそんなに easy、 いつもの通りもちょっと breezy、 足りなくなったらまたコーヒー買いに行くね。ウェボーさんのスタンドという楽曲、うん、はいね、アトモスミックスで今、うんうん、1曲フルコーラスで聴、ね、はい、いていただいたんですけれども、やっぱりこれポイントとなるのは、うん、やはり転調してそこからあと、うんうん、やっぱそのガヤ的にコーラスがわっと入ってくる、あそこら辺がやっぱステレオとこのアトモスミックス一番違いが分かりやすいポイントかなと思うので、そこの部分ちょっとステレオとアトモスとね、一回ちょっと聴き比べてみたいと思います、はい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 、流してみてください、うん、じゃあ今ステレあのアトモスで聴きましたので、ステレオで、うん、この転調のところですね、ちょっと前から流してみたいと思います、はいはい、よいしょ。話聞いてくれ、なな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 なI'm so sorry.
同じところを改めてアトモスで聞いてみたいと思います。やっぱ聞きどころはやっぱりそのコーラスと、あとはオブリガードで入ってくるギターソロ、ギターソロ、これの存在感とか、そこら辺ね注目して聞いていただけると、後ろから声が聞こえてくる感じになってるのかな、多分、その雰囲気を、ね、注意して、はい、じゃあアトモスの方を解説してみます。うん、じゃあちょっとこの楽曲についていろいろとちょっとお話を伺っていきたいと思うんですけども、まあ、この曲は、まあ、このスタンドっていうのは、曲としてはモリシーさんがやられている森島コーヒースタンド、森島、ここのにインスピレーションを受けて、そうですね、すごく、まあ、EP を、ね、一緒に作ろうと話になって、打ち合わせでモリシーさん家に行く道がてら、あのコーヒースタンドがねあるんで、そこに遊びに行った時にすごくいい雰囲気で、まあなんかせっかくのこのコラボ第一弾はやっぱこのここを舞台にしたいなっていうのがすごかったんで、まあなんていうんですかね、あの常連さんの気持ちで書きましたね。だから徒歩5分圏内に住んでる人の気持ちになって、そうそうそう書きました。ありがたい。でこれはステレオミックスでもちろんリリースされていて、今回アトモスでミキシングさせていただいたんですけども、これによって何かこう変わったなって思うところ、どんなところですかね。いやでもやっぱりそのなんですかね、さっきからこうちょうどそこを聞き比べたところというか、やっぱこの音の配置が面白くなれるのはそのラストのこのコーラスがわーって入ってくるところだったりすると思うので、そこはやっぱりこうなんていうんですかね、あの個人的にはこう2ミックス、いわゆる我々が普通に聴いてるやつってこう目の前180度というか、からこう割ってくるみたいなイメージなんですけど、こう高さも奥行きもある音というか、っていうのはやっぱすごく感動したし、ライブ感がありますよね、なんかね。そうそうそう、やっぱステレオで表現しきれなかった部分が出たかなみたいなところってやっぱあったりします。あってくれると嬉しいなと思いながら、そうなんですけど、なんかだからどこに誰がいてじゃないけど、なんかその辺の配置がこうよりこうなんていうんですかね、実生活に近いというか、一枚の板だったものが突然こうなんていうんですか、ちゃんと立体になったっていうか、まさに空間オーディオってことですね。まさにですよね。その店の中にいる感じをなんか味わえる雰囲気っていうのがやっぱこのねスタンドのバイノーラルでやった時にあるっていう、まあ、実際その店で僕らも、あのね、コーラス隊はうちの常連さんたちに、まあ言ってしまうとあなたもそうなんです。そうです、森島コーヒースタンド常連のコーラスがね。そうそう、だその人たちがこう歌ってる感じで、まあ僕はマイクを立ててそれを聞いてたんだけど、その雰囲気にすごい似てるというか。そうですね、確かに確かに、まあですね、だからミックスする時も、まあ森島コーヒースタンドの写真を、まあ、ミックスしてしたスタッフに見せて、まあ、こういう空間をやっぱりこのアトモスでも再現したいんだっていうようなこともコメントとして出して、こういう音にしてもらったりしてるんですけど、まあ、そういう雰囲気がね伝わってくれるといい、嬉しいです。で本当にこじんまりとした狭い空間のお店なんだけど、いろいろとコメントが、みちゃんのスピーカーで聞いた場合は効果出るものでしょうか。スピーカーで聞いた場合はこれバイノーラルはこれヘッドホンにやはり
特性を合わせた立体音響の技術になるので、うんうんうん、スピーカーで聞いちゃうとちょっと音が遠い感じになってしまう。あで立体的にやっぱ、うん、その前後上下っていうのがやっぱ表現しにくいですね、うん、この耳元で音が鳴るっていう前提でそこに合わせて特殊な音の加工をしている音源になるので、うんうん、やっぱそうですよね。聞き心地がいいっていうコメントもありますね。そうね、うん、あでもそれはありがたいですね。それはすごい感じますよね。やっぱこういろんな音像を普通に僕らが聞いてるやつって、うん、まあ奥行きとかを出そうと努力はしてるけどどうしてもこう平面が迫ってくるみたいなイメージにはどうしてもなるんですけど、うん、これはだから豊かですよね。空間がある分、うん、そのここにこうギチってしなくていいから、うん、そういう意味で心地がいいというか、うんうん、なんか圧迫感がないというんですかね、うん、そういう気持ちよさは絶対にあると思うんですよね、まあ、この詰め込まれた音ではなくやっぱりその、うんまあ、自由な音というか、うんうん、自然な音がそのまま再現できてるっていうのはあるでしょうね、うん、ねこっからその空間オーディオからの2ミックスに戻して聞くとすごく圧迫感あるんだよね、うん、なんかおーってなる、ね、おーこれね近いなみたいな聞き慣れてしまうと、うん、今 iPhone でね iPod とか使われてる方って自動的に iOS アップグレードすると全部空間オーディオで再生にアップコンバート、うんうんまあ、iPhone が勝手にやってるだけなんですけど、うん、でその音にもう慣れ始めてる方っていうのも出てるかもしれないですよね。確かに、うんじゃあモリシーさん、はい、アレンジだったり、うん、この楽曲にを作った、うんうん、そのステレオミックスを前提に多分音を入れてたと思うんだけど、うんうん、これがアトモスになってみてどうです？うん、なんかこうやっぱその空間を出せるっていうところが一番大きくって、うんうん、なんだろうな結果ね、まあ、2ミックスで作ってた時って、うん、やっぱキックを目立たしたいから、うん、そこに被る帯域は、ね、削ってとかやってしまうけども、うん、あのアトモスになった場合はその散らす場所がやっぱ大きいから、うん、前の2ミックス作ってるみたいにこうカットしてると多分細くなっちゃうでしょうね、うん、だからそのなんだ美味しいところをそのままこうドカッと乗せられるので、うんうんなんかめちゃめちゃこう音が好きな人間からしたら有意義だよなというか、うんうん、出したい音がそのままミックスの中で活かせるっていう、うん、今までエンジニアさんとかがこうやってたこういう処理にしてこうやって聞かせるから、うん、でもここはカットしてとかいうのがいらないと思うから、うんそれはすごくあると思います、うん、これはアトモスの一個特徴の一つ、うんうんうんだと思いますけどもやっぱ音がそれぞれ分離してる、うん、で空間が広いから、まあ、そのステレオっていう狭い空間に収めなくていい、うんうん、そうすると本当ミュージシャンが出したそのままの音をそのまま配置していけるっていう、うんうん、音のかぶりとか、うんうんまあ、マスキングとかっていうやつですよね、うんうんうん、そういったことを意識せずに出したい音を出したいところから鳴らせるっていう、うん、そうですよね。アレンジャーからしたらめっちゃ嬉しいよね、うん、まさにまさにやっぱ本当ミュージシャンフレンドリーな技術で言えるんでしょうね、うんうん、だからね、まだやったことないけどそのこういうアトモスありきでアレンジをしたら、うんうん、確かに確かに、まあ、曲作りからもそうかもしれないけど、うんうんうん、なんか全然違うものができんじゃないかなと思って、うんうん、なんか楽しくギミックを使えたりもするんだろうなっていう、うんうん、なんかそうそうそう昔オーサムでもあったんですよ。あのあったつうかとある曲で To the left, to the right って歌詞があって、うん、それをまあこっち右にその時は振らしたりとか、うん、そう左に振らしたりとかやってみたものの、うんまあ、その時まだアトモスなんて知らなかったし、うんうん、今あったらもっとねいろんなことできんじゃねえかなっていう、ねうん、確かに確かに、うんね、トップとかボトムとか行っても、ねそうね、トップボトムって言ってもできるわけでそう面白いフロントバックとかね、うん、ステレオやったらやっぱもう絶対再現できないような音の定義が作れるんで、そういうところは本当面白いですね。やっぱ可能性すごい広がりますよね、うん、思います、うん、はい、うん、このミックスはそんなにこのスタンドはやっぱりその空間を狭く狭い空間っていうイメージを作ろうとして、そんなに 大げさには音像っていうのは振ってはいないんですけど、うんまあ、それでも十分に、まあ、広がりを持った心地よい、ねうん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 、サウンドになってるんじゃないかなと。この部屋なり感はなんか上に リバーブみたいのがかかってるってこと、うん、これ最後の最後で付け加えたやつですよ ね、うん、ね確か、うん、天井をつけよう
っていう、うん、すごい、その発想がなかった、すごい天井つけ音に天井つけようっていうはぁって感じだけど、で言葉で言うと何言ってんだっていう感じなんだけど、やっぱアトモスって上下っていうか上方向っていうのがあるので、うん、じゃあ上からの要は反射音、うんうん、これをリバーブのアーリーリフレクションっていう、うん、要は初期反射、うんうん、初期反射だけを上に薄く乗せて、うんうんうん、本当に聞こえるか聞こえないか、もうメーター振るか振らないかぐらいのバランスでちょっとだけ入れてあるんですよね。それによって、まあ、なんだろう、天井からその反射が聞こえてくる、うんうん、まあ、普段、まあ、普通に体験してる音なんですけどね、うんうん、耳でね、こうやって、うん、まあ、それに近いような効果を出しとって、うんうん、まあ、付け加えてみたら、やっぱ空間がスッとこう、うん、いいサイズ感になったっていう感じですね。さすが元エンジニアです。さすが。まあダメだったらすぐやめようって言いながら。じゃあちょっとそんなのも踏まえてまた、うん、うん、ね、今の最後のところをまたちょっと聞き比べて、うんうん、今のお話を受けて聞いてみるとまたちょっと違った聞こえ方するんじゃないかなと思うんで。もう一回聞いてもらえますか、うん、じゃあ。どうしましょうか。ステレオちょっと聞いた後にもう一回アトモスで聞いてみましょうかね、うん、はいはい、うん、じゃあちょっとステレオで再生してみます。アトモスの方も再生します。いただいている方々どうでしょう。どうでしょうかね。ね、違い分か、違いを何か感じていただけてると。でもね、広がりがあってよかったですね。うん、言ってくれてるね。おお。これね、でももちろんステレオを否定するものでもなんでもなく、うん、ステレオはステレオでやっぱり今までの既存の価値観っていうものがあるけども、うん、また違った音の楽しみ方、うんね、違った表現の仕様、まあそういう風にね捉えて、いろいろと出していけるといいと思います。うんうんうん、はい、じゃあ次の曲、次の曲もう一曲用意してある、はい、今度はウィッシュ、ウィッシュ、うん、これは12月リリースの一番新しい、ちょうど本日ですね、ちょうど本日、本日リリースでございます、うん、本日リリースの最新曲を、はい、なんとなんとアトモスで聴いてきたっていう早い ね, ね, ね、早速の早速のですよね。これはねかなりいい、うん、あの冬の曲だから、うん、じゃあこれも、アトモスで前編、うん、はい、はい、
流していきたいと思います。じゃあフルコーラスまず聞いていただきます。さやかな streetlight, streetlight Starlight, shine bright 胸が弾んで so high 今年もまた大好きなシーズン Come back 自分にご褒美 welcome なんて咀嚼なアイデアも許されるような大人もそれなりに悪くはないけれどこうも思うんだ I wish to go back もし叶うならプレゼントもらえるかなってワクワクしすぎちゃって夜空を行く鈴の音が聞こえていたじゃないのさその日は一日中明かりともして誰もが笑顔になるこのままそれなりに大変だけれど今日は思うんだ I wish to go back もし叶うならプレゼントもらえるかなってワクワクしすぎちゃって夜空を行く鈴の音が聞こえていたあの頃に戻れたらな素晴らしいですね。冬というかね、うん、クリスマスか、クリスマスソング、ね、そうなんです。これは分かりやすかったんじゃないですか。うん、みんなこっちの方がより、ね、こうドルビードルビーというかね、うん、これらしさを、うんうん、これはやっぱり聞きどころとしては中間に入るあの3拍子とか8、6に、うんうん、調子が変わるところあたりですかね。うんうん、そうですな。そこで楽器がいっぱい増えるというか、うん、その世界観がねぐっと変わるからぐっと変わるから、うん、じゃあそこら辺をじゃあステレオと聴き比べてみましょうか、うん、じゃあちょっとステレオ、はい、そこのあたりをかけてみようと思います、はい、聞こえていたあの頃に戻れたらな夏の日は一日中明かりともして誰もが笑顔になるこのままそれなりに大変だけれど今日は思うんだ I wish to go back もし叶うならプレゼントもらえるかなってワクワクしすぎちゃって夜空を行く鈴の音が。じゃあこの部分を
アトモスでも。アトモスで。そうですね。はい。聞いてみたいと思います。よいしょ。聞こえていたの頃に戻れたらな。気が気じゃないのさ、その日は一日中明るくもして誰もが笑顔になる。このままそれなりに大変だけれど今日は思うんだ。 I wish to go back もし叶うならプレゼントもらえるかなってワクワクしすぎちゃって夜空を行く鈴。はい、いいですね。いいですね、やっぱね。あっと広がる感じが。うん、分かりやすい、うん、あと動きもつけれるっていうね、うん、そうですね、前後にちょっと動かす音だったりとか、うん、あれはなんて言うんだ、ウィンドチャイム、ウィンドチャイムが、ウィンドチャイムがこう前から後ろに、前から後ろにこうやっていくって、うんうんうん、あれはねやっぱこういうのじゃないとできないから、うん、素晴らしい。どうしてもね、今までウィンドチャイムってやっぱ左右でこうシャラララララってこう行って帰ってぐらいしかねできなかったのが、やっぱ縦移動がね、縦移動ができるっていう、ならではですよ、ね、ならでは、うん、そう、これすごいよね、うん、秀逸だよな本当に、うん、これも、もちろんね、でそれ以外のパートっていうのも、うんうん、その広がりを持って、うんうん、ちょっとしたあの刃物とかがやっぱちょっと広めに、うんうんうん、あのステレオミックスと比べると配置されてたりとか、うんうん、確かに、うん、そういったところもね、真横にね、うんうん、ありましたね、うん、作り手としてはアーティストとしていかがですか。いや、これの方がよりなんていうんですかね、堪能できたというか、このあのバイノーラルですよね、はい、ミックスを堪能できたというか、うん、まあそのやっぱこの転調というかね、ちょっとこうマーチっぽくなるところがもちろんすごくその派手に展開するから分かりやすくはあるんですけど、結構この曲に関してはそのスタンドはね、もうちょっとこうあえてこじんまりした音像を狙ったから、うんうん、こうキュッとしてるけど、この曲は結構僕冒頭 の歌が始まったところから、うん、ずっとこのなんていうんですかね、バイノーラルの美味しさというか、うん、結構あのなんていうんですか、まあギターがあってドラムがあってちょっとトライアングルが鳴っててみたいな、その配置感がすごく良くて、うん、なんか本当にこうそこで演奏されてる感じというか、うん、豊かなサウンドになりますよね、グッとね、うんうんうん、オープンな感じですよね、うん、本当に空間が広いっていう、うん、本当にそれを感じたのと、まあ作り手としてか、だからなんかすごいシアトリカルというかね、あのドルビーアトモスっていうと映画館でしかどうしてもこう聞きなじみというか、うん、見たことも聞いたこともないような感じだったけど、まさになんかちょっとあの一次元上のエンターテインメントになれるというか、うん、そのなんていうんですかね、目をつぶったらこうなんかもうこっからささやきが駆け抜けていくとか、鈴がパーッ逃げるとか、だからなんですかね、より結構視覚的って言ったら変ですけどになっていくんじゃないかなみたいな、その SE とかがより映えるだろうし、車の音がバーイって曲が始まるとか、この曲に限らずですけど、そういう可能性をすごく自分の曲で感じられたのはすごい嬉しいですね。確かに確かに。森氏はどうですか。これはね、何でしょうね、まあ、この曲に関すると、うん、すげえ冬を表現できるよなっていう、うん、その冒頭 あのサンタと子供が会話してるところとかもすごい距離感があるじゃない、うん、なんか本当、暖炉があって、そのちょっと奥のところで、うん、そうやって電話してるみたいな、うんうんうん、雰囲気を表現できるっていうのはやっぱそれはね、2ミックスの時だと出てこないアイディアというか、うんうん、どうしても平面的になっちゃうから、そう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 、やっぱ奥行きというか距離感みたいのっていうのはね、作るの難しいし、ね、距離出しすぎるとなんかもうちっちゃくてよく分からない、ちっちゃくてよく分からないし、うん、そうそう、まあ塩梅なんだろうけど、うん、そういうのがね、表現できるっていうのは、うん、なんかいいよなって思うし、あとそのなんだ、そのマーチのところとかも、うん、あの
なんだ俺あのアレンジした時に、うん、ウエボーがあのなんだろうボードビルっぽいっていう言ったら分かんのかな、うんうんうん、あの劇場とかでさ、うんうん、劇場ああいう雰囲気を想像して作ってたんだけど、うんうん、それがこうちゃんと表現できてるというか、うんうん、この、ね、あのバイノーラルのミックスで、ま、さに空間がガラッと変えられるっていう、そうそうそう、うんうん、なんかなんだろうなその戻れたらなでめちゃめちゃ早着替えしてなるほど黒のタキシードとかで、ね、あと10秒しかねえ、うん、じゃないのさ出てくるみたいなレビューみたいなねちょっとねそういう絵が浮かぶ、うん、浮かぶっていうね、うん、これはね2ミックスの時だとやっぱりそこまではちょっと難しい、限界があるところがね、うんうん、やっぱあんま変えすぎても違和感になっちゃうし、そう違和感になっちゃうし、うん、めちゃめちゃね多分その細かく距離感を作ったりとかも可能なんだろうけど、うん、かなり綿密にやらないとそこってやっぱすぐイメージと崩れちゃうから、うん、でこの曲ストーリー的にももう最後また鈴の音がこう後ろに過ぎ去ってるっていう、で最初冒頭はサンタさん、うん、サンタと、まあ、前の方前の奥の方に行ったものが最後後ろに消えてく、うん、飛び去ってく、うん、ああいうのもやっぱりこうアトモスならではの、まあ、さらにその表現を深くするというか、うん、濃厚なものにするようなことができてるのかなっていう、ね、確かにそうそう、うん、クリスマスの気分が高まりましたと、ね、ーオールで聴いてみたいだってホールでねまさにまさにあーホールでね確かにねいっぱいスピーカーがあるホール、ね、確かに確かにただアトモスの場合はでもそのスピーカーで再生するとやっぱまた空間はもっと広い環境で楽しめるので、うん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 そう弊社のこのホーレラッシュハブは、うん、ロックオンカンパニーの渋谷店店頭の地下なんですけども、うんうん、渋谷店の店頭にリファレンスルームっていう、うん、ドルビアトモスのスピーカーで聞くことのできる部屋がありますので、うんうん、そちらお越しいただければこのスタンド、ウィッシュ、うん、この2曲、スピーカーで実際に聞いていただくこともできるのでご興味ある方 ね、 ぜひ足を運んで、はい、ぜひ運んでいただき今日もね先ほど聞いていただいて、聞いてそうそう、うん、よかった楽しかったな、ね、十分に堪能していただけるので、いやいいね、いろんな人に聞いてもらいたいですね、本当に、ね、楽しいその体験して、うん、やっぱこれ楽しいな、うん、いいなっていうのを、うん、やっぱどんどん知ってもらいたいフォーマットだと思うので、どんどん聞いてもらいたいやつです ね、うん、いいと思います。うん、なんか、うん、ウィッシュ非常に好意的なコメントが、ねね、多いですね。耳が足りないなって。耳が足りないな、やっぱり。何回も聞いてほしいですね、だからね。耳が足りない。すごく聞くたびにこう新しい発見が、うん、見つけやすいというかね、うん、より楽しめるんじゃないかなっていう。このほらミックスをした時に、うん僕ら行ったじゃない、あのスタジオ。シュアビズさんの。そうですね、これの次のセミナーでご案内するところなんですけども、うん、そこに、ウエボさんとモリシーさん来ていただいて、うんうん、実際にミックス立ち会ってそう、うん、いろいろと聞いてめちゃめちゃウエボ感動してたもん、ね、いや感動しますよねあれねおあれが初のアトモスミュージック体験だったんですね。そうです、まさにこの時感じたことってもうなんかもうおおってずっと言ってた気がないですけどいやいや本当あの時でもそのスピーカーでも聞いたしヘッドホンでも初体験だったので、うんうんなんすかね、新しいもうだから新しい体験、新しい一個また別のエンターテインメントになったなと思うし、うん、なんかミキシングエンジニアリングもその新しいテキストが必要になるなっていうような感じもね、うん、すごくしますよね。なんか確かに確かにそうですね、これまでの方法論とまた別のものが必要になってくるんじゃないかなみたいなね、うんちょっと時間もなくなってきちゃったところなんで、はい、ちょっとウィッシュを薄く流しながらちょっといろいろとお話を聞いていけたらなと。ちょっと冒頭はちゃんと聞いてもらいたいと思います、ね、確かに流れ込み鮮やかなスリーライト可能性っていうのがどんどん広がっていくフォーマットになってくる、うんね、どんどんやっぱまずは、ね、先ほども話に出てましたけどもアーティスト作る側がこの広い空間に対してまたちょっと違ったアプローチで曲とかを
吐き始めると、もっともっと面白いこと、面白い本当に新しいものっていうのが生まれ出すんじゃないですか、今はやっぱね、ステレオっていう、もう既存のフォーマットがあって、そのステレオをこう広げていくっていうような作業が多いと思うんですけど、そうじゃないアプローチっていうのを作った曲を聴いてみたいですね。あ、ね、うん、ぜひともお願いします。ぜひぜひ頑張ります。アトモスユニットの話ATMS ATMS でも、ね、今こうやってアトモスのね、この、ベンダラーで、はい、そういうのがあるから、ヘッドホンでもそうやって作れるし、それをね、ちゃんと DAW の中にアサインして、そうですね、あれば制作の初期段階から、ね、うん、そうです。うん、ちょうど DAW、まあ、ピーチベースで作業されてる方だったら、アトモスの導入はもう本当このレンダラーを買ってしまえばトライ始められるので、かなりハードルは下がってきて、で最後、まあ、1回はね、あのスピーカーあるところでバーンと聞いて、最終チェックして、あのね、あの感動は結構すごいからな、スピーカーで聞いた時のね、またヘッドホンとはやっぱ全然違うんですよね。ね、で、本当興味、ね、ある方はまずはうちの店頭来ていただいて、まあ、スピーカーの感じを聞いていただいて、で本当のね、そのシュアビーさんとか、あともその制作スタジオって言って作ってる会社さんのスタジオっていうのは、まあ、さらに音環境いいですから、まあ、そういったところもね、体験していただいて、はい、と思いますね。ミュージシャン側もいっぱいこういうのやってみて、新しいアイデアをね、出せたら、もっと音楽は広がるんじゃないかなと思いますよね。はい、でちょうど曲も終わったところで、いいお時間になってしまいました。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。早いな、ね、あっという間でしたね、もっともっといろいろ聞いてもらいたいっていう、ね、聞いてもらいたかった、はい、でもこれでね、いい感じになんかこういうの発見してくれたら嬉しいです、本当ですね。そうですね、でどんどん制作の方トライしていってもらいたいなと思います。頑張ります。はい、ありがとうございました。もう一度あの上坊さんと森さんに大きな拍手を。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでご紹介させていただいたスタンドとウィッシュですね。ウィッシュはもう今日なんですね。今日リリースが、今日リリース、はい、であの楽曲の情報の方もあのチャット欄の一番上に、投げ込みがされているかと思います、ぜひとも、そちらの方でもチェックをしていただければと思います、はい、はい、で